いやー、梅雨ですね。6月だから撮影の日が雨でも仕方ないかなと思っていますが、地域によったら警報が出るぐらい激しく降っていた一日になりました。皆さんこんにちは、福祉の未来デザイン研究所の泉です。晴れていたらよかったなと思うロケーション、明石海峡大橋と淡路島が目の前に広がり、お休みの日にのんびり海を見ながら家族と美味しいハンバーガーのランチというわけもなくて、もちろんお仕事の一日でした。今回のゲストの方なんですけど、ずっとね緊張しておられてこんな感じで、そしてずっとぎこちなかったですね。今回のテーマは相談支援事業について、明石市を中心に活動されているオフィスグリーンさんをはじめ地域の方たちのご協力をいただきまとめることにしました。相談支援事業についての制度上の仕組みやソーシャルワーカーとしてどういった点を重視すべきか、基本に立ち返って勉強させていただくことにしましょう。では今週もよろしくお願いします。 JR 西明石駅から徒歩5分ほどのところにあるオフィスグリーンさん、まずはじめに今回ご協力いただいた代表の松田さんをご紹介します。松田さんは今回のテーマである相談支援事業所の相談支援専門員をされています。事業所のことなどまず最初に教えていただいたんですけれども、はい、株式会社オフィスグリーンの代表の松田です。あ、松田高弘まで言った方がいいですか？大丈夫、それでいいです。はい、もうテイク2で、はい、すいません。今までいろんな人を撮影してきましたけど、朝からカメラを回していて硬さの取れなかったナンバーワンでしたね。まあ、そういうところも松田さんの良さなのかなとは思いましたけど、一応法人の理念としては全ては利用者のためにっていうのを掲げてて、行動目標みたいな形で、まあ、支援で迷ったらその利用者の人のためになることをこう優先して取り組んでくださいっていうような形で職員の方にはお伝えしています。オフィスグリーンの相談支援事業所はサービス等利用計画を作成する特定障害者相談支援事業と障害児相談支援事業、また基本相談支援、地域相談支援事業を実施されています。それ以外に障害福祉サービスとしての就労移行支援事業所のグリーンワークがあります。うちの事業所の特色としたら、まあ併設して行政書士事務所や社労士事務所があるっていうのは特色かもしれないです。お話の通り珍しいことだと思うんですけど、行政書士事務所、社労士事務所を併設されているということでした。松田さん自身もソーシャルワーカーであり行政書士さんでもあります。行政書士の事務所に関してはやっぱりその福祉の仕事っていうのが多くて、一般のやっぱり行政書士さんとかだったら若い中の制度のことであったりとかサービスのことまでがちょっとやっぱ分かりにくい方も多くて、ご依頼いただくことはあります。社会保険労務士事務所についても障害年金の申請手続きなどなど他市の事業所さんとお話ししていた時にもオフィスグリーンさんをとても頼っているという話が聞こえてくるぐらい、年金の手続きとかの申請はフットワーク軽く動いてくださるみたいですね。そんなわけで理念に基づき幅広い事業展開を行っていられるわけですが、そうなるとスタッフの皆さんも様々な資格を持った方がいらっしゃいます。例えば就労移行支援事業所で生活支援員をされている丹山さん。丹山さんは精神保健福祉士の方です。福祉職は、まあ、私の精神保健福祉士を含め介護福祉士、社会福祉士の3福祉士そろってますし、まあ、もちろんその資格だけではなく保育士やモス、宅建、それからファイナンシャルプランナー、行政書士等の資格保持職員がいますので、まあ、利用者が就労への手始めとして何らかの資格を、まあ、取得しようとするときに適切なアドバイスができるんじゃないかという事業所だと考えています。僕も就労支援に関わってきて、やはり病状や入院歴とかの影響で履歴書に空白期間が大きくできたり、自分をアピールできる経歴がないと落ち込まれる利用者さんとお会いしたこともあります。資格を取得することで履歴書に書くことも増えますし、それ以上に資格を取得することで生み出される自己肯定感、自信みたいなものは確かにありそうですね。選択肢が増えたという利用者さんはいらっしゃるので、個人個人のちょっとストレングスを強めていった部分になるのかなというふうには思っています。その他にも多数の講師陣によるオンライン講座など幅広く学びの機会を提供されていました。社会の中で権利が制限されがちな精神障害者を含めた働くことに困難さを感じていらっしゃる方へ十分な選択肢を準備していきたいと丹山さんもお話しされていました。精神保健福祉士として求められる役割は大きいですね。
さてここからは具体的に相談支援事業について教えていただくことにしましょう。相談支援事業の特定相談支援事業っていうのは、障害がある方のケアマネジメント、ケアマネージャーのようなお仕事ですね。特定相談支援事業所と障害児相談支援っていうのが、そのケアマネジメントのお仕事です。障害者ケアマネジメントっていうのは、相談支援専門員っていう人が立てれる計画のことです。で、相談支援専門員が立てる計画には、初めにやっぱり一番初めにこうインテークで、そこからこうアセスメントを取っていって、サービス等利用計画案っていうものを作成します。で、サービス等利用計画案を作成したら、利用される事業所とか、使われるサービスの事業所とサービス担当者会議っていう形で一度集まって、どういう事業内容であったりとかサービス内容にするかっていうのを話し合って、そこから受給者書が発行されて、その後にサービス等利用計画っていうものをサインを交わします。で、サービスを開始します。で、そこからその方のサービスが適正に使えているのかとか、うまく使えているのかとか、あと、いろんな多分ね、ニーズが多分変わってくるので、それも含めてモニタリングっていう形で、3ヶ月に1回なり半年に1回なり、人によったら毎月ご相談しながらお会いしたりとか、そのような形でお話しして、サービスが円滑にいってるか、で、そのサービスが適正に行われているかっていうのを第三者として見守る役割があります。療育事業として児童発達支援っていう幼児さん向けの療育と、あと放課後デイサービスの小学生から高校生までの療育と、あと、他の施設であんまりしてないのが保育所と訪問支援っていうのがありまして、保育園だけではなくて学校の方にとかに訪問させていただいて、直接お子さんの支援をさせていただいたりですとか、学校の先生たちと一緒に連携して、そのお子さんのためにどういうことをしていたらいいかっていうのを情報提供していただいたりとか、そんな形の連携をさせていただいてます。結構モニタリングでお忙しいと思うのに、いつも来てくださって、お母様のお話とか、こちらでは話せなかったお母様のお話とかも聞かせていただいたりとか、すごいいろいろ助けていただいております。表情がやっぱり直接見えるので、直接伝わりやすいので、より円滑に保護者の方とのお子さんについての話し合いがしやすくなります。で、モニタリングして、そのサービスが適正に続いているのであれば、そのままでもいいですし、その人にとって不利益になっていたりとか、いろいろな状況があると思うので、就労系であればそのステップアップしていくようなサービスもありますし、訪問系の居宅介護とかですね、だから時間数が足りないから増やしましょうとか、他にも追加でこういうサービスが欲しいですっていうことであれば、またその都度見直してっていうような形ですね。計画作成の際に心がけているポイントについても教えていただきました。そうですね、一応アセスメントとかプランニングするときに、なるべく分かりやすいものを作りたいなと思ってて、簡単な言葉で簡潔にまとめることを意識しています。その結局文章がいっぱいね、長く書きすぎても、その机上の空論ではないですけど、それが結局伝わらなかったり理解できなかったら、あまり意味がないのかなと思うので、なるべく分かりやすい言葉で、あと一番大切だと思うのは、本人の意図というか声とか気持ちをそのプランの中に反映させることだと思います。事務所に戻ったら、ちょうどケースに関する相談のため基幹相談支援センターの方がいらっしゃっていました。なので詳しく仕事内容について教えていただきました。ちなみに基幹相談支援センターは市町村地域生活支援事業に位置づけられています。教科書でもよく見る基幹の役割について勉強しましょう。明石市基幹相談センターで相談支援専門員をしております、南部竹原と言います。地域における、相談支援の中核的な、役割ということで、基幹相談センター大きく役割が5つありまして、総合相談とか、専門相談っていうところが一番大事にしているところでして、年齢とかですね、障害種別とか切れ目のない支援っていうところでしっかりお話を聞くっていうところが、基本の業務になります。で、もう一つがですね、権利擁護、あと虐待防止、障害者の虐待防止センターも持っておりますので、明石市の場合は基幹相談支援センターに障害者虐待防止センターがあるとのことで、それに関連した業務や
また権利擁護に関しても明石市の貢献支援センターと連携して支援しておられるそうです。3つ目がですね、地域相談支援の強化っていうところで、結構これを大事にしておりまして、相談支援事業者に対して、専門的な助言であるとか、連携強化ですね、こういった点で特に松田さんらと連携して活動することが多いようです。相談支援専門員の資質向上、人材育成などの観点での研修実施や集う場を作っているということでした。4つ目がですね、地域移行、地域定着、施設入所されている方とか、精神科病院に入院されている方がですね、地域で過ごすにはやっぱ不安のある方もいらっしゃいますんで、退院されてからもですね、再入院とか入所しなくて済むように、コーディネートをするということをやっております。で、最後が自立支援協議会の活動になります。個人もそうです、会社もそうです、施設関係もそうです、いろんな方が関わって障害の方の地域生活を支えていただいています。で、その方たちと今、何を明石の方では優先して活動しなあかんのかっていうところを協議したり、先ほど言った地域課題を抽出したりっていう取り組みをしています。そこから地域の実情に合わせた活動っていうことを実施しております。引き続きどのような点を意識して取り組まれているかや、松田さんらの特定相談支援事業所との連携関係などについても教えていただきました。ちなみにやはり基本的な相談業務を一番大切にしておられるのだろうなというふうに感じました。どこに相談したらいいのかって分からないっていう方も結構いらっしゃるので、困らないように切れ目のない障害種別とか年齢とか、あらゆるその分野の垣根を越えて、ご本人さんとか家族が困らないように、ワンストップで相談を受けてですね、手立てを関係機関とかで一緒に考えて、解決していくっていうことを結構一番大事にしております。相談を受けて例えばヘルパーを使いたいとか、日中活動の場所探してるんやってなった時点で、どういうとこを考えてるのかとかですね、家から何を優先するのかっていうのを聞いた上で、松田さんのいる特定相談支援事業所、サービスと利用計画の作成ができる事業所さんにお話をさせていただくという流れになりますね。この特定相談支援事業所につなぐという点でも、きちんと事業所の強みなどを把握した上で紹介するというお話でした。ありますので、その方に合う相談員、だから相談員を見つけるときってやっぱ相性とかありますよね。相談内容と相性によって、あ、この方やったら合うんちゃうかないう感じで探させていただくと。で、その一つが松田さんの、オフィスグリーンという事業所になります。結構松田さんとかやったらその関係づくりとか、もう一回移行の確認をして再アセスメントみたいなのをしてくれはるので、結構安心してお願いできるかなという気がしますね。で、多分いろんな勉強をしてあって、で、僕も聞いてたんですけど、もともと僕らとかと一緒で直接支援をされていた方なので、利用者さんとか家族とか、その現場の職員の立場とかしんどさみたいなところをよく理解してはるんちゃうかな。なので余計そういうのがあるので安心できるっていうのが一つありますね。で、あとは、なかなか相談員だからこう上から言うとかではなくて、結構利用者さんの将来のことを考えて、提案だったりプランニングをしてくれはるので、相談する利用者さんとか家族はすごく安心できるんじゃないかなと思っています。松田さんに対してですね。南部さん、お仕事の途中に詳しく教えていただいてありがとうございました。基幹相談支援センターの役割などについて直接お話を聞くことで整理されて分かりやすかったです。とても勉強になりました。地域連携っていうところでは、僕は多分ソーシャルワーカーとしてはその三流だと思うので、でもその周りの人に助けてもらうっていうのは、地域であるすごく社会資源なので、そういうところにこうお願いするしかないというか、相談支援専門員って言っても一人でやっぱり仕事はできないので、このように障害のある当事者の方の権利を守りつつ、より良い未来を描いていくための計画を地域の皆さんと連携しながらサポートしていく役割を松田さんら相談支援事業所は担っておられます。そこにはソーシャルワーカーとして計画作成を通じて個人にアプローチするだけではない、その人を取り囲む環境への視点を大切に活動されているのかなと取材を通じて感じたのでした。
実は松田さんや南部さんのお話ごく一部しか編集できなかったんですよね。全然時間が足りなくて、そういった環境への視点、地域連携やインフォーマルなネットワーク作りなどの視点についても詳しくお話を伺っているので、その内容は次回後半でご覧いただこうと思っています。オフィスグリーンの皆さん、明石市の支援機関の皆さん、今回の撮影もご協力ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。福祉の未来デザイン研究所では、このように全国各地で意義ある活動をされている個人団体を取材して動画にまとめ発信する活動をしています。毎週金曜日に新作の動画をアップロードしますので、ぜひチャンネル登録をしていただければ嬉しいです。では今週はこれぐらいで、福祉の未来デザイン研究所泉でした。今日も一日皆さんにとって素敵な一日になりますように。ではまた。